え皆さんこんこにちはあ本日の旬のテーマトピックスですけども、えー、決算発表直前米半導体大手マイクロン HBM 牽引で高決算化と題しましてご説明の方ですねしていきたいと思います。それではなお早速参りましょう 本日ですねあの、まあ、マイクロンテクノロジー、まあ、アメリカの半導体大手なんですけども、えー、こちらの決算が、まあ、近づいてまいりましたので、えー、こちらをですね、ちょっとあのピックアップしてい、えー、きたいと思います。まあ、現地6月の26日にですね、決算を予定しておりますけども、今のところ市場予想ではですね、まあ、高決算が期待されております。決、まあ、算発表なので まあ実際の出てきた数字がまあ市場予想をまあ上,れ上振れるかまあ下振れるかとかでまあ株価のですねまあ大きなこう急変動リスクというのはですねまあ,あるわけなんですがまあ一方でまあ AI に欠かせないですね HBM 抗体機メモリーといいますけどもまあこちらの,あの高成長ストーリーがですねまあ変化がなければですね まあ彼にまあ万が一まあ決算でですね株価がまあ下落したとしてもですねむしろそこがこう締め替いの後期になるのではないかなというふうに考えておりますまあいずれにしましてもあのマーケットから非常にあの注目が高い決算発表になりますのでえ次のページからですね説明していきたいと思います。 まずですね、まあ、こちら、あのーまあ、マイクロンのまあ概要ということで、まあ、一応あの6月26日に決算を控えているんですけども、まあ、で直近前回までのですね、えー、ちょっとおさらいということで2月までの3月期に関しましては売上高で言いますと6割弱ぐらいのですね、まあ、高い増収になりましたで、まあ、実はあのマイクロンはですね、えー、ちょっと前まで5四半期連続で売上が減収というのが続いておって おりましてその後、まあと2四半期ですね連続でまあ増収ということで、まあ、こうトレンドとしてはこうマイナスからこうプラスにですね今こうなってきているということで業績のこう急ピッチなですね、まあ、改善というのがですね非常に今足元で今見られます。で、まあ、会社側もですねその今のこの AI の成長に関しまして、まあ、半導体の業界の中でもですね えーまあ、あ最もこう恩恵をです、ねまあ、受けうる、まあ、企業の一つとして、まあ、認識をしておりまして足元、まあの,この,この,ーあの AI ブームというのはです、ねえーまあマイクロンにとってもです、ね、非常にあの大きな、まあ、ドライバーになっているというような状況になっております。で、まあ、下の方にです、ね、過去1年間の株価のチャートをお付けしてございます年初来で言いますと大体6割強ぐらい、まあ、上昇しておりまして非常にまあ好調な推移になっております。ななっております でこちらがですね、えー、まあ主な半導体の関連株につきまして、売上高のですね、成長性に区別してですね、それぞれプロットしたものになります。で横軸がですね、今期の市場予想の売上高の成長率の見通し。で、上、縦軸がですね、 えー、今度来期のですね同じく市場予想の売上高の成長見通しになっておりまして、まあ、基本的にこう右上に行けば行くほどですね非常にあの成長性が高いというふうなまあ見方をするんですけども、まあ、今期に関しましては NVIDIA がですね、まあ、あの飛び抜けて非常にあのいいんですけども来期に関しましてはですねマイクロンはその NVIDIA を上回るようなまあ増収率のまあ見通しになっておりまして。 これが今非常にこうマーケットでですね、えー、注目されてる一、まあ、つのまあ理由になっております。で、まあ、マーケットでですね、今注目されておりますので、株価面においてもですね、まあそれがあ如実に今現れております。で、こちらにありますのが、S&P500 指数とですね、あと S&P500 指数採用銘柄で、年初来パフォーマンスのお高いですね、上位5社。 のパフォーマンスをお付けしてございますで、まあ、そのじゃあマイクロンがですねサンドペイ学質の中でじゃあ何番目なのかといいますとこう緑で塗ってあるところがマイクロンになっておりまして上から5つ目5番目のですね高いパフォーマンスということでサンドペイ学、まあ、数ある銘柄の中でもですねマイクロンはこうトップクラスの今上昇率を達成しておりまして。 マーケットのその関心の高さ注目の高さというのをですね物語っているんじゃないかなというふうに考えておりますでは本題のですねマイクロンの今回の決算につきましてじゃあ今マーケットがじゃあどういうふうに見ているのかということでですねお示ししたのがこちらのグラフになっておりまして緑色で塗ってありますのが四半期ごとの売上高 で右の2つはですねこれは灰色で塗ってあるんですけどもこれが市場の予想になっております。まあ、先ほど申し上げた通りマイクロン減収、えー、がまあ続いておって足元でまあ増収、まあ転じてきたというふうに申し上げたんですけども、まあまあ、それを、まあ、あこうきれいなですねこう鍋底型といいますかこう U 字型に今業績がまあ回復してきている今動きになっております。で今今ののところ今回あの発表されます月月から5月期の えー、売上高の成長率に関しましては市場予想で78%のの増収の見通しになっておりますちなみに次のですね6月から8月に関しましてもですね、えー、それをさらにこう上回るです、ねまあ、見通しになっておりましてこう成長がまた一段こう高まるようなこう今のところまあ見通しになっております。 でまあ、今回仮にですねまたこの数字を上回ってくるような数字になってまいりますと、えー、マーケットのですね、まあ、評価っていうのもですねまたこう一段とこうレベルアップする可能性というのがですね、まあ、あるんじゃないかなというふうに考えております。でここからですね、えー、ちょっと3つほどですね3ページにわたりましてじゃあ、あのー、今このマイクロンが今評価されている、まあ、最大のポイントがですねこの AI に欠かせないこの HBM というものになるんですけども。 この HBM につきましてのですね、えーまあ、3社のコメントをついてご紹介をしたいと思います。まずあの1つ目がですね、これあのマイクロン自体のコメントになりますけども、これ前回のところで発表しているんですけども、まあ、HBM に関しましては、マイクロンの2024年分に関してはですね、もうすでに完売している状況になっております。 で2025年分につきましても、まあ、ほとんどまあ割り当て先が決まっているということで向こう1年以上にわたりましてこの HBM のです、ね、時給これが非常にあの引き締まった状態になっているのがです、ねまあ、示唆あのされておりますで、まあ、今回、えーまあ、6月26日の計算発表のです、ねえーまあ、ポイントの一つといたしましてはこちらに書いてございますこの HBM のです、ねまあ、環境に変化があるのかどうか。 そしてもう一つがですね、えー、まあ実際の数字がまあ上回るのあの予想上回るかというのも大事なんですけれども、次のまあ四半期のですね、えー、まあ売上のまあ見通しが予想を上回るかどうか、このあの点がですね非常にあの大事なポイントにはなっていくのかなといった印象があります。で次のここから二つ目はですね、まあちょっとこの HBM に関しまして二社のコメントをですね、えー、ご紹介したいと思います。 まずあの半導体製造装置のですね会社になるんですけどもえとラムリサーチという会社がございますがこちらのですね2024年の HBM 関連のですね出荷に関しましてはえ3倍強のですね非常にあの大きな成長をですねまあ見込んでおりましてまあマイクロンだけではなくてですねやはりあのその周辺のですね 関連につきましても、まあその恩恵っていうのがですね、まあ、出ているというのがですね、物語っております。で、こちらもですね、今度はこのテラダインという会社になるんですけども、こちらもあの HBM 向けのですね、需要があ昨年2023年に対しまして、今度は5倍のですね。 まあ成長するるととと見込んででいうことで、まああのまあ、今回この3社のですね、まあ、HBM に関連するまあコメントをですね、まあ、それぞれご紹介させていただいたわけなんですけどもまあ私もこういったこのコメントを見る限りですね、まあ、HBM に関しましてはまあ結構好調なところがですね、えー、まあ期待されるのではないかなというふうに考えております。 それではの以上をもちまして今回の米国株旬のテーマトピックスにつきましては終わりにさせていただきたいと思います。どううもごご視聴ありがとうございました